みんなおかえり、犬宮和恵です。今日はですね、ででアクセサリーの購入品を、はい、何個ぐらいある ?1、2、3、4、5、6、7、8点かな。ちょっとご紹介しつつ、なんかそれだけで面白くないなと思って、はい、私がリクエストしました。家にあるアクセサリーを全部持ってこい。その時のコーデに合わせてこう重ね付けをしたりとか組み合わせを変えたりしてると思うんだけど、いくつかちょっとご紹介できたらなと思います。はい、何着てきたの？今日ユニクロですよ。この間のユウの購入品の薄いスウェットね。あ、メンズのやつね。メンズのやつということで、じゃあ最近の購入品を先にやりましょうか。トゥモローランドで購入したバージュエリー、ピアスをね、2点購入しました。つぶつぶがついてる安全ピン、安全ピンみたいな。そのつぶつぶも若干不揃いなんだよね。そうそうそう、両耳するとこんな感じ。富士壺が、もう一個はもっと大きいフープを。へー、このフープはですね、腰がこれを買ったわけですよ。私これがいいわなんてこれを買ったにもかかわらず、いきなり昨日ですよ、昨日。あんたこれしないって。あんたしないこれっつって、いきなり LINE が来て、何どうしたの。これめっちゃ可愛いよね。マフラーとかなるとちょっと冬はしんどいけど、やっぱり春先とか少し薄手になってきた時にこのぐらいで、これはさすがにでかいっていう人はこれに8cm×6cm ぐらいなんだよね。これだと大きいなって人はもうワンサイズちっちゃい、ワンサイズちっちゃめのやつがあったのです。ということで、バージュエリーでは2点ピアスを早くちょっと支払いし済ませていただいて。元気ですか？元気でよろしくお願いします。ペペですか？あ、ペペ持ってます。私ペペがいいです。ペペで、次トゥモローランドでネックレスを購入しました。これでスエードと読みます。こんな感じですね。結構短め、存在感のあるネックレスが多すぎて、ちょっと華奢なネックレスがずっと欲しかったんですよ。これよく見るとかわいい。この止めるところを前に持ってきても後ろに持ってきてもいいね。でもこれなんかブチンってきちゃいそうで怖いんでね。そう、怖いよ。すごい繊細で、私みたい。今止まったでしょ。この部屋の中に3人いるとは思えないぐらいの静けさだよ。本当に。これはですね、ここがこうなるので指輪になるんだよね。そう、ここのところに指輪でかい指輪だなっていう、かなり存在感がある。で、商品名がパーパルハートリング&ペンダントということで、この紐ね、ついてて、これでこれをここにディペンダントになるってことですね。ネックレスにも指輪にもなるハートのジュエリーでした。私のだから、はい。次はですね、じゃあヴィンテージ系いこうかな。ビニビニラグゼの方で買った、いらないな、なんか豆みたいな形の、これはね、ヴィンテージじゃなくてセレクト、ループタイになってて、こうさ、一番下まで持ってきて、これでロングにしてもいいし、ピコーって引っ張ってこの辺にしてもいいし、これをピーってチョーカーみたいにしてもいいし、これを後ろにしてもいい。で、背中が開いたドレスなんか着た時に、まあ、T シャツとかでもかっこいいよね。そうね、これをこう垂れ流しにしてもいいしっていう、ウェイウェイウェイっていういろんな使い方が。ウェイウェイウェイって3ウェイ、3ウェイぐらいできるね。もっとできるか。これもビニビニさんで買ったセリーヌのヴィンテージのネックレです。ネックレス、シャックリシャックリ出ちゃったよ。こちらのネックレスです。シルバーなのよ。でもちょっとこう真鍮みたいなカラーなんだよね。なんか同じヴィンテージで同じようなチェーンネックレスで、これはシルバーね。でシルバー925だよね。925、そう。セリールのこっちもシルバーなんだけども、結構ね全然違う。だから、925って磨けるじゃないですか、ポリッシュとかで、うん、なんだけどこっちは店員さんが言ってるけど磨けない、うん、のでそのままの経年の色が出てるかなって。そう、それがめっちゃいい色だよねってなって買ったんだよね。ここに一個ずつこうセリーヌのマークが入ってて、ね、で、まあ、後ろは全部チェーン、普通のチェーンネックレス。ここの前のここだけ5つの丸がついてるんだけど、コインネックレスみたいな、うん、セリーヌとか、こんな感じ、かわいい。ミニミニの方で購入したものです。はい、でフロント11201で購入したのが、まずネックレスからいこうかな。ペレーン、こんなかわいいお箱に入っております。フロント11201
アクセサリーはヴィンテージメキシカンジュエリーみたいな感じだね。でも開きが可愛い。でもなんかゴムでビヨンビヨンってわけではないでしょ。そうゴムじゃないのよ。この何構築的なことでこう内側だけが全部多分繋がってんだよね。次はですねこれもフロント G1201 で購入したやつなんだけど、ピースブレスレットみたいなのが欲しいなと思ってて、でこれもやっぱり同じくメキシカンジュエリーということで、このブレスレットとこのネックレスを購入しました。次はですねカーブーツで見つけたテレオールチェボリー。これね、ノックノックドアノックシリーズ。ドアノックシリーズこんな感じ。これね、かわいいのよ。ゴールドティファニーでこちらの指輪を購入しました。そしてカーブーツではあと2点購入したものがありまして、見てこちらミニちゃん。これ子供用のね、あまりのブス具合に、ブス具合に可愛くて重ねてつけても可愛いよということで最近買ったものは以上ですね。はい、ということで実際にどういう組み合わせでつけるみたいなことをちょっとやっていきたいなと思います、うん。最近買ったスエードのやつですね。ターコイズとかどう？微妙に長さの違うものを重ねるってこと、うん、長いタイプの重ねてもいいと思う。逆に結構長さの違うアルポとアルポだね。ターコイズのもアルポのターコイズネックレス、うん、でこっちはアルポのペテッシュネックレス、こんな感じで重ねるってことね。はい、でこう来たらピアスとかどうされる？ピアスとかはここにもうターコイズが来てるから顔周りはターコイズは持ってきたくないから、これとか可愛いんじゃない？ジャンクショップで買ったこのインディアンジュエリーの小鳥ちゃんをつけました。ちなみにさ、それをさ、細いボールチェーンとかで重ねたりはしない？いや、ボールチェーンでもいいと思う。3ミリぐらいかな。これはマリハのボールチェーン。こっちの方がちょっとあんまりこう癖が出ないよね、うん、癖がなくてちょっと大人っぽくできる。こうしたら、これは違うのがいい。アニカイネスか、デイビームスか、こういう感じでどっちかっていう。そんなにこう、なんだろうな、インパクトがないやつをつけることが多いかな。で手元は逆にちょっとごつめがあってもいいかな。まあいつものこれフィリップね。フィリップかこれでもありかな。離れてるからね。あこれとか。そしたら指輪をこっちにしてアングルをフィリップにするか。このぐらいにいいかな。そんな感じにするってこと。うんうん。これはマライカかな。リリース47。ここのはリングも1万円台のものが多いじゃん。結構手頃で手に取りやすいものが多い。でしかもボリュームがあるのがあって、うん、結構手に取りやすいんじゃないかなと。これもイリスだったかな。そう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 。よく出てくる私のブックブックでも、うん、この穴の開いたこれとかこれが、うん、イリスなんだけど、そう穴の開いた方はさ、うん、ボリュームあるんだけど肌が見えるから、うん、抜け感があってね。そんなにごつくなく。あとねよく聞かれるその耳の縁にしてるダイヤみたいな一粒ダイヤみたいなのはどこのだかわかんないでしょ。あこれは全然どこのでもないです。自分で穴開けて手が滑って下の方になっちゃうっていうそうっていう穴だそうです。うすっごい耳たぶんギリギリだから結構みんな真似するのは危ないと思うそうなんです。あじゃあ次行こうか。ちょっとゴールド行こうか。じゃあこれはですねビーニーです。そうビーニー。ちなみにこのビーニーこれあやめはですねこちらの動画で。これぐらいの華奢なぐらいの方がいいかな。これはちなみにスタージュエリー。あ、いいんじゃない。こういうのもありかなっていう感じで。やりすぎ感があってもいいかね、たまには。ピアスがいらなかったかもね。ノーでいくか、うん、まあいいんじゃないですか。なんかちょっとクールにね。クールに。こっちはこのプチだけで、こっちは指輪とかもいらないかな。もう本当になんかこういうのでいいんじゃない。うん、それはアッシュペイ。これアッシュペイ。こういう遊びがあってもいいかなと思います。こんな感じのクリアフレームを。でこれはレンズは何も UV とかそういうのも一切何も。本当に展示用の。そうそう。されてたらまんま買ってきちゃった。うん。私がメガネ買いに行ったのに。そうコッシーのメガネを買いにフォーナインズに入ったんだけど、これを見つけてしまって、何これかわいいって結局で一緒に入ったコッシーは先に帰る。帰るって結局取り残されて一人でこれを買ったっていうね。もう時間ないから帰るわ。こういうメガネをしてもこういう感じでね。遊んであげてもいいかなと思います。なんかこれ黒でこれやってるからさちょっと強いけど、うん、普通に白いトップスとかだったらまたちょっと変わってくる。あそうね。白にするだけでほら
違うんだよね、かなり全然見え方が違うね。あ、こっちだったら白だったらこのビーニーの方がいいかな、黒だったらね、こっちの方がちょっと柔らかくなっていいんだけど、ちょっとそういう色の感じが引き出るとするといいかもしれない。こんな感じでお送りしました。おー、豆ちゃんをこの辺で、これはウィムガゼット、ウィムガゼットのチョーカーです。こういう大きいのつけちゃうとちょっとこのお豆ちゃんの存在感があるので、これはちょっと、これはちなみにオールドグッチの、これはちょっと大きすぎるね。これはジャックショップで買ったターコイズですね。こっちがアダムエルベで、ちょっとこんな感じで、ターコイズを持ってきてあげても可愛いかなと。チョーカーを取ったら豆とすると可愛いね。可愛いよね。あのさっきのチョーカーだとやっぱりこうちょっとさ強いんだよね、うん、だからこのぐらい柔らかくしてあげれば、でかいけどキャシャって、キャシャだからそんなに喧嘩はしない。こんなデカピアスにスウェードネックレスに、ルームタイルね、ビムガゼットで買ったガーデンオブエレン、ガーデンオブエレンの指輪と、これはフロントのヴィンテージのやつ、1201のこういうのでもいいし、ちょっと手元をちょっと変えていくんだったら、なんかこんな風に、うん、これは両方とも両方フィリップ、うん、フィリップで、ちょっと今日白、黒、カーキなので、ちょっと手元のバンドルのレザーの黒、これはロエベのね、こういうベルトタイプのね、うん、バンドルにしてもいいんじゃないっていうことでした。いい、はい、さっきからずっと首周りから決めてってるじゃん、うん、耳周りからいこうか。耳周りからいきますか。まあさっきもちょっとフープでっかい目の やったけども、ちょっとパールっぽい感じに見えるかな、このブツブツフチツボがね。ちょっとやっぱ華やかになるんでね、シルバーでもね、うん、そう、こういうシルバーだとやっぱこの辺じゃないじゃない、やっぱりでもこういう色味なのよね。そうなんだよね。そうってなると、ここが結構ボリュームがあるから、あんまりここは耳だけにしてちょっと離れた手元にこの辺を持ってきちゃってもいいし、色的にはブレスレットはこのぐらいでも、これだけでも OK、うん、ネックレスつけられるとしたら、本当はさ、これ何もついてないこのぐらいの華奢なネックレスが1個あっても、ノーブラウンド のよくあるジュエリーショップでのやつですよ。じゃあちょっともう1個ピアスいこうか、ね、いつものフープです。使いやすいのはこういうなんともないね、シンプルなやつって結構何にでも合わせやすいし、これがフロント11201ですね。これはなんだっけな、ナバホだったかな、これはフロントマインだったかな、まあ、ナバホのチェーンだね。これをつけちゃうと、まあありなんだけどね、こういうの嫌いじゃないんだけど、でもここはターコイズじゃなくてこっち側のレザーあたりだったら、これだけだとちょっと寂しいから、これだったらプラスシルバーの細めのやつを入れてあげる、ジュズみたいになったよね。これはフィリップ、はい、でこれが、ボアン、メゾンボアン、ね、これをやっちゃうと本当にやりすぎなので、これをやるときはもう本当にもうこの辺も何もつけないでこれだけとかの方が、指輪もこのぐらい、マライカのやつ、これもうナバホのスタンプワークだっけ。そうだったらもうこっち何もしないでこれ1個だけとか、このぐらいの方が、うん、このぐらいだったらありだね。でプラスもしこれをしないで普通のピアスだったら、まあこのぐらいの色を入れてもいいかなっていう感じですね。ってな感じぐらいですかね。あとすっごい汚いのあるじゃないですか。ああもうね、手入れしないとこうなっちゃうんですよ、シルバーってね。そう、これはちなみにフィリップのやつなんだけど、これはもう最近全然手入れしてなかったやつで、これね、アマゾンとかで買える青いのがシルバーポリッシュ でクロスが入ってるんですよ。もう使ってるからちょっと汚いんだけど。でこっちがゴールド用なんだよね。これね、両方多分アマゾンで買えます。プラスパール用の、そうあるんでね。ケージも超可愛いからちょっと見てみるといいと思います、うん、概要欄に貼っとこうかな、うん、そうね、はい、ちょっとこれで磨いてみるシルバー、本当の真っ黒よ。真っ黒です。あ、もうほらすごーい。こっちが今磨いて、ちょろちょろっと磨いただけ。こっちが磨いてないやつ。ひどい、ここまで黒くする人なんか嫌だでもシルバーって黒ずみが出るものなので当たり前なんですよね、うん、なので必ずこういう手入れのポリッシュとか持っておくといいかも。あとはなんか重曹とかでもね、実はできちゃうので。そうそうそう、私これを買う前は重曹でやってた。本当です、やってました、重曹で。あとはなんか歯磨き粉でとかいう人もいるんだけど、傷がっつり、あの面があるものとかは割とがっつり傷つきますので気をつけて、うん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 、
という感じですかね。はい、ということで今日は、アクセサリーをいろいろご紹介していきました。参考になったかどうかは分かりませんが、こんな感じで私、まあ、でもルックブック見てだね、うん、そうですね、はい、ルックブック見てくださいということで、最後まで見てくれてありがとう。いいのかな、閉めちゃって。いいの、いいの、腰も疲れちゃっていいの。皆さん、今日も明日も元気にいってらっしゃい。二宮琴絵がお送りしました。またね、バイバーイ。はい、ニースニース。